岩城先生、はい、価格の安いインプラントメーカーを選んだ場合のデメリットは何かありますか？あります。ただインプラントメーカーを選ぶのは基本的には歯医者さん主治医が選ぶものなので患者さんには関係ないことが多いんですけども、最近ではホームページでうちのインプラントはどこどこ使ってますとか、インプラントを複数メーカーを使ってて A メーカーだと何十万円、 B メーカーだと何十万円とか、松竹梅のように値段の差をつけてる先生もいます。そういう場合にですね、あまり安いメーカーのインプラントを使うと心配なことがいくつかあります。一つは世界中にあるインプラントメーカーで毎年どこかが潰れてもしくは回収されて変化が起きております。やはりトップ10入るようなシェアを持つようなインプラントを使わないと会社の存続が危ないですね。入れたインプラント自体は変わらないんですけども、何かトラブルがあった時に修理する部品であったり道具であったりっていうのを買えなくなってしまうことが稀にあります。そうするとそのインプラントは修理不能になりますので、いくつかありますけども50年ぐらい続いているようなメーカーのインプラントを使われることが大事だと思います。